二次正方行列の固有値問題について説明します、解説します。で、いきなりいろんなことを定義するよりは、なんでこんなことやるかって、基本的な目的を説明しましょう。で、 A が二次正方行列ね、まあこれ必要ないんだけど、一応ABCD と置いときましょうか。でですね、 A が定める写像ってのがあって、二次元列ベクトルから二次元列ベクトル、これよく FA って書いたりしますけど、いいですか。で、 XY に対して X'Y' イコールA 倍の XY、 まあこれは AX プラス BY、 CX プラス DY になりますね。でですね、これまあ具体的に例えばこのプレゼンテーションファイルの中には A イコール確か1243があったと思うんですけど、まあ1243の時は FA は例の場合は R2 から R2 への写像ですけど、 XY から X プラス 2Y かな、 4X プラス 3Y になりますね。これどんな写像かよくわからないですよね。それで座標変換を考えます。それが今からやることなんですけど、XY をP グジエーターというふうに、でこれ P 正則、 P イコール、P1、P2 で、これ二次正方行列なんだけど、特にこれ正則にしますね。いいですか。だから逆行列あるね。そうするとこれグジー倍の P1 プラスエーター倍の P2 っていうふうになりますね。で、逆はグジーエーターイコール P インバースの XY になります。それでグジエーターで FA を表しましょう。まあ、それが固有値問題の、基本にあたるわけなんですけど、そうするとグジーダッシュエーターダッシュと X ダッシュ Y ダッシュが対応するとしましょう。いいですか。こちらの方ね。で、そうすると、グジーダッシュエーターダッシュというのは、どうですか？これを使うと、P インバースの、ちょっと待ってください。なんかずっと赤で書くのバカみたいけど、まあ、しょうがない。始めちゃったから。こうですね。で、P インバースの AXY になりますね。で、P インバース、XY っていうのは P 倍のグジエーターじゃないですか。そうすると、グジエーターから、グジーダッシュ、エーターダッシュへの対応は、まあ、要するに P インバース AP のグジエーターに対応、になるわけですね。いいですか。これこういうの座標変換って言います。いいですか。ですからこれは P をうまく選んで、いいですか。この P を、これをうまく選んで、それで P インバース AP をこれを単純にするわけです。
例えば体幹強化ですね。いい。そうするとあのピンバース AP がじゃあ、 あの体幹強化できない場合もあるんですけど、これは一番単純ですね。できない場合もありますよ。でできる場合はまあまああんまりあの大体あできる場合だけ考えればいいんですけど、そうするとあのこれちょっとあの元に戻すと AP は P 倍のこうですね。で AP 何？AP 値 AP 2だよね。それでこれはアルファ P 値ベータ P 2、これここのこういう計算あのあのできるようになってますか？それが問題なんだよね。いいかな。そうするとあの AP 値はアルファ P 値ですね。で AP 2はベータ P 2になりますね。まあこんなふうにあの要するにあの P 値 P 2をあの P が正則になるようにあの選んで、しかも AP 値をアルファ P 値、AP 2をベータ P 2というふうになるようにすればいいわけね。いいですか。まあというわけです。まあというわけでですけど、もうちょっとだけあの話すといいかな。で、あの P 正則でしょ。ですからあの P1 は0じゃないですし、P2 は0じゃないですね。でこの条件どうですか。この条件、書き換えるとアルファ倍、これちょっとあの乱暴ですけどこうですね。ベータ i2、 あちょっとどっちがいいのかな。いやこれでいいや。どちらでもいいんですけど、プラスマイナスちょっとどちらがいいかなと思って、これになるようにすればいいわけね。であのいいですか、あの後で出てきますけど、先週ぐらいやったと思うんですけど、あの B が 2×2 で、あるあの P ノット0に対して、BP が0っていうふうになってるわけね。だからこれがこれとかこれが B なわけ。いいですか。でこの条件っていうのはあのやったけど、あの B の行列式が0だってね。でこれはあのだから B は正則じゃないっていうふうになる。後でもう一回出てきますけど、ですからあの必要条件としてこんなふうにしたかったら、どう？アルファ i2-a の行列式が0とか、ベータ i2-a イコール0の行列式が0であることがあの大事ですね。アルファ倍ベータ倍っていうになってるけど、これ限られてて、この方程式後であのこれも展開した形教えますけど、これが成立しなきゃなんないわけ。まあちょっとあの論理的にあの行ったり来たりしてますけど、まあこんな感じです。目的は基本的にあのここにあるここに示しましたけど、P インバース AP が単純になるような、この P を正則行列 P をうまく選ぶということです。いいですか。その取っかかりがあのだからあの、この2つのあのでアルファベータ両方成立するようにしたら、ラムダの方程式がラムダ i2-a が0になります。これ後で展開していきましょう。まあこういうのがあのなります。いいですか。じゃあ一旦ここで切りましょう。